皆さんこんにちは。主は2000年前に復活なさいました。そして今日私たちの間に住んでおられる、生きておられる神様です。そしてあの、新垣先生からあの許可を得て、私がやっている選挙のことについて少し話す機会を与えられたことを感謝いたします。私はあの今京都、日本の京都で住んでいて、去年3月末までは大学生向けの働きをやってきました。そして、その後からこの1年間は安息年を取っていって、今あの次男がダラス・プラウマウンドに住んでいますが、誰があの私にとっては5番目の孫をあの産んでくれって挨拶にあの来ました。そしてあの来る前に、神様に願ったことの一つは、よければ、出会うにあのアメリカに出会う全ての教会人たちとの間で、これから私がの州に招かれのしようとする働きに何度かつながりがあのできるように祈ってきたんですが、あの本当にダラスにもこのように立派な日本の教会があるのがとても嬉しくて、そして先生が、新垣先生が、まあ、本当にあの私をこのようにあの時間を与えてくださったこと自体が、主が祈りに応えてくださったかなと思います。そして、一つ皆さんと分かち合いたいことは、もう今日本で神様が生きておられ、あの大きな力で働いてます。そして私が住んでいる京都で、皆さん京都といったら、神社仏閣が多いところで、多分キリストの教会がどれぐらいあるか、まあ、疑問に思う人がいらっしゃるかもしれませんが、たくさんあれば、教会たくさんあっても、もちろんあの今ここに座っておられる人は日本の教会の平均の2倍くらいになるかなと思いますけど、今あの私この前にある教会にお尋ねしました。というのはアメリカに行って、そのこの教会のことを伝えたい、確かめるためにその教会に行ったんですが、130名くらいが集まる教会です。それにしてもあのコロナが始まる3、4年前の時に始まった年にあの100名が集まる教会になりました。びっくりでしょ、100人が集まる教会になったのというのは 京都で。それであのその人たちは、私が相続しているキャンプスクルセイドのアメリカから来た若い人たち、もちろんダラスからも来ます、テキサス州からも、そしてあのアメリカのいろんなところから来て、その教会に加入して共にする人たちなんですが、まあ、その人たちが半分、そして日本の大学生たちと周りにいる近所の日本人の方があの出席する、あちょうどその教会なんですけど、行ってみたら130名のここ来る前の時だから、一番あの最新の話で130名で、その牧師に聞いたら、今の牧師は、前始まった人はアメリカ人、100人だったけど、日本人にのリーダーシップをすべてあの委ねて、シンという若い牧師が担任牧師になってますが、彼によると70名ぐらいが日本人だと、他の60くらいは外国人で、まあ、中国人もいるし、アメリカ人、そして韓国人、インターナショナルの教会だけど、70名の日本人がいるということは素晴らしいことではないでしょうか。そしてあのそれができたのはあの神様の技だと思います。でもあのクリスチャントゥデイという日本 のクリスチャン雑誌によると、日本人の頭がどうなっているかについて の, あの神に対する世論調査の内容なんですが、バイブルやコーランやクーランや、まあ、その聖書とかに書いている神様、唯一の神を信じる人はどれぐらいあるかの調査した結果としては 3%、
日本人の 3% だけは信じますということで、そして 38% は信じない、でも 34% は知らないと、 10% は答えなかったです。まあ全世界の人口の 40% が信じていることに対して 3% はとても、少ないって、ちょっと失望するかもしれませんが、その記事を書いたデイビス・ジョーディ、クボ・デイビスという方は言ったのは 34% に希望があるという話をしながら、彼の宣教師としての働きの中で 34% 知らないから信じないと、知ることができたら信じるかもというのは、成長しない理由は伝道しないことです。伝道しないから、伝えないから知らない、知らないから信じないということですよね。でも神様が働いているから、私は希望を持っています。今もうすぐ一つの塔が皆さんにお分かち会いたいと思いますけど、その塔が落ちてきた人が神様の御業の一つの証人なんです。そしてその人は今70歳ぐらいの71か70歳ぐらいの女の人なんですけど、京都大学校でお医者医学部の教授であり、メディカルタクトです。でもその人がある日自分の家から出た時に、いつも通ってる道端で立派な教会が建物があって、そこに入った時に彼女はこれは多分観光客たちが集まってこのように礼拝捧げるところだったんだけど、なんかお礼転身をするかなと思って入ったんですが、日曜礼拝だったんです。そして全てが終わった時に、その牧師さんが新約聖書をあげたんですが、何回も何回も遠慮したけど、その先生が私ってそれを遠慮できなくて家に持ってきたということで、その夜にとても眠りにくい、にくくって、眠るためにその聖書を開いて読んだ箇所が、聖書の新約聖書の使徒の働きの、ステファンが殉教する場面を見て面白いなと思ったという話ですね。その後、次の朝彼女が学校のキャンパスに歩いた時に、突然のことで天からの大きな声があって、今のあなたができているのは私がそう知ったんだ、これからは私に聞きなさい、私に従いなさいという、その教を聞いて、その人が夕方読んだ聖書の神が自分に表されたことを分かって、その時からクリスチャンになります。そして私 の大学生の、助道院も何回も参加してきたんですが、最初私は彼女のことを、そんなおばあさんが来たかなと思ったんですが、2020年1月にタラスでキャピタル・カモンズという教授向けの働きをするアメリカのキャンプス・クルセイドの働きカンポランスに参加してもらって、私参加させてもらって、そしてその教授の働きをするために日本で戻った時、その時コロナの時代になって何もできなかったと思ったんですが、その先生と何人かが本当に頑張って、今日本で教授たちの働きが韓国語、日本語、英語の3つのグループとできていて、その中この高橋優子先生が一番活発に動いている主のために働いている方なんですが、彼女は今回能登半島地震の時に誰よりも早くそこに行って滞在しながら、その場所で見たことを動画で作って送ってくださいました。それを来る直前に、アメリカに来る直前に私が英語の韓国の字幕を入れて皆さんにご紹介させていただきますが、これから多分共に見ることになりますが、その韓国人のある宣教師からその能登半島に私が聞いた話は、いろんな物資を持ってきた宣教師によって、そして周り の助けによって、ある家族全員が初めて教会に参加したという話もありました。
そしてあの神様はどんな災害の中でも働いて、それを益とすることができる大方で、今あの人を救うためにあのように働いていることを皆さん見て、そして私はこれあの戻ったら能登半島に行くつもりなんです。そして皆さん祈りの中で、覚えて祈ってくだされば、あの今度来る時にはもういい能登半島からのいい話ができるかなと期待します。皆さん今日お会いできたことを本当に感謝します。これでこれからはあの高橋優子先生が作った動画を共に見たいと思います。ありがとうございました。皆さんこんにちは、高橋優子です。私は今能登半島の先端部分で内科の医者として被災地の支援に入っています。少し時間をいただきまして現状をお話しさせていただきたいと思います。被災地の状況は皆様もすでに報道などでご存知の通りですが、震災から6週間が過ぎた今でも道の高さに屋根があるというこの風景は珍しいものではありません。本当に多くの方が大変な震災、大変な災害に遭われたことを痛感します。ここには段差ありと書いてありますが、この歩道もともと段差があったわけがありません。震災でこのように道路が波打ち段差ができてしまいました。亀裂も多くのところで走っています。被災された皆さんは体育館や公民館などに分散して過ごしておられます。今見えているのは段ボールの仕切りですが、プライバシーなどは全くない中でこの6週間を過ごしてこられました。水が来ていない、そのことは本当に深刻です。今写真に写っているのは向こう市、京都の向こう市から来てくださっている給水車災害支援ですが、ホースから出てくる水を容器に取り、それを抱えてよろよろと自宅に戻っていかれるご高齢の方々を見ると胸が痛みます。体育館などでもトイレは使えませんから、屋外に設置されたこうした簡易トイレを使用しますが、段差があり、やはり高齢者の皆さんには辛く、できるだけトイレに行かなくて済むように水分や食べ物は控えているといった声も聞くところです。津波のあった地域では被害がさらに深刻で痛みが大きいということを感じます。この方は目の前で娘さんが、そしてお姉さんが海に流されていった、そのようなことをぽつりぽつりとお話しくださいました。そして涙を流されました。私たちに何ができるでしょうか。本当に手を取って一緒に泣き、そして神様の平安を祈ることしかできません。このような方が特に津波のあった地域には多くおられます。この方は畳のところに寝ておられる方ですが、私はこの方に今何が欲しいですかと尋ねました。するとこの方が言われたのは、私たちを忘れないでくださいということでした。6週間経ったんだからもう支援は必要ないだろう、そのように忘れ去られることが怖いのだとおっしゃっていました。私たちに何ができるでしょうか。そのことを考えさせられます。最後に私と一緒に活動しているジャイカやジョカの皆さんと声を聞いていただきたいと思います。海外協力協会のボランティアの宮城です。東京から来ました、
震災があってから何かしたいなとずっと思ってまして、今回対応もらったので、ボランティアの方でこちらで頑張らせていただいてます。そうですね、今いろいろ1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、東京とか水が起こってきてまして、被災者のために何かしたいなと、あいつらいろいろ考えながら頑張っています。今本当に水とか状況とか比較したりして避難されている方も結局水道があってですね、まだまだ皆さんに助けてほしいものがたくさんありますので、ぜひ今後も支援の方を高く、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。青年会議の協力協会の欲しいと申します。よろしくお願いします。広島県宮原市から来ました。今までは仕事をしてたりして、こういうボランティアには参加できなかったんですけども、仕事をリタイアして、現役生活になると、今もできるんじゃないかと思って、今回1ヶ月、元のボランティアに参加しました。あの時、皆さんのために何かできることを、今まで大きなことはできないけども、小さなことを一つ一つやっていければいいかなと思っています。皆さんもよろしくお願いします。ご協力お願いします。青年会議の北の大人の文庫へと申します。マダガスカルで大会員として2年間活動していました。島根県出身です。私は2月いっぱい1ヶ月間ボランティアに関わらせていただきます。皆さんもボランティアに協力できる方は、ぜひこちらに来てボランティアしていただきたいのですが、無理な方は、募金などできる形で、ここに携わっていただきたいなと思います。チャリティー募金は、こちらにも入れてございます。ご協力よろしくお願いします。青年会議協力隊ご議員の三木西と申します。山手県から参りました。昨年の3月まで、島根県の定例会、被災地の原発被災地の首都圏に見まして、そこで活動しておりました。で、そのため、いろんな被災地にとって思いがあります。皆さん、応援してほしいと思います。応援できない方は、ぜひ、それについて、ご理解をお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございました。いろいろなことを皆さんは思って支援に入ってきてくださいました。でも支援に入れる人はわずかです。今置かれたところでできることをできる時にしてください。それが何よりの支援であると思います。どうかお祈りと支援をお願いいたします。ありがとうございました。また日本の被災地のため続けて祈っていただきたいと思います。キム先生とそれから奥様がいらっしゃってますので、このその場でお立ちいただきますでしょうか。完全にそれから今日初めて礼拝にご出席くださったロゴスチャーチの方々、まずロゴスチャーチの方々どうぞ皆さんお立ちください。心から感謝いたします。それから初めてですか。初めてです。だって簡単に自己紹介してください。お名前じゃなくて、はじめまして。僕はナルと申します。今はなんか英語でいいですか。はい。I'm Naru andYeah, it's short for Naruto, but I just go by Naru because I kind of don't want to be associated with the anime anymore. It's like that. It's the exact same name, but yeah. Yeah, I am in Dallas for a few weeks. I am from Seattle, and basically I started the trip from November, and I'm trying to get to the Midwest to like meet up with a friend in June and just go to somewhere cheaper than Seattle. And, Yeah, I originally was going to go through Lubbock to Oklahoma City, but I wanted to come here for the eclipse, so
Nice to meet you. Nice to meet you.